はい、本日はですね、最近買ったものを紹介していきたいなというふうに思います。で、今回ですね、最近買ったものが一応5点ぐらいあって、総額で多分10万ぐらいだと思うんですけど、まあそれの紹介を早速していきたいなと思います。ではまず一つ目がですね、一番これが金額が高いやつなんですけども、まず一つ目っていうのがこちらのカメラになってます。あ、逆ですね、カメラになってます。で、これがですね、まあカメラ本体だけとかレンズだけじゃなくて、まあさらにまた別売りのレンズも購入してるし、まあ SD カードとかも購入してるし、まあこれを一旦まとめて一つっていう風にはしてるんですけど、まあ一番エントリーモデルで値段もそんなに高くないので結構安いんで、これで合計で8万円ぐらいのまあカメラを買ったっていうことで、まあカメラは本体だけじゃなくて、その言ったみたいにレンズも買わなあかんし、 SD カードも買わなあかんし、で、あとレンズのなんかキャップとかも買わなあかんので、まあなんだかんだで一眼レフ買おうと思ったら、まあ本体からまあさらに乗っていくとは思うんですけど、まあ一応今回8万円ぐらいで購入できたということになってます。で、早速ですね、その今の撮ってる映像、これ iPhone で撮ってるんですけど、それをこの一眼の方に一回変えたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じで、まあこんな感じになってるんですけども、変化ありますかね。僕ちょっとまだ確認しないんで、どれぐらい変化あるかわからないんですけど、まあおそらくこれを一眼にすることで喜ぶ方っていうのはごくごく少数で、別にそんなこと気にせんでいいでっていう方も結構多いと思うんですけど、まあ僕個人的にも、まあ一眼はいつかしたいなと思ってたんで、まあ今回エントリーモデルやし安いし、まあやっとこうかっていうことでこのカメラを購入したっていう感じにはなってます。まあほんまはですね、もっと値段とか高いやつにしたりすれば、そのオートフォーカスの機能、まあ顔にピントが合う機能がすごかったりとか、まあいろんな機能をつくんですけど、まあ正直このカメラに関しては多分家でこうやって撮るだけのための、まあカメラということなんで、多分外とか出かけるときは、今後まあコロナウイルス収束したりしたら、まあ多分 GoPro 持って出かけるのが基本やと思うので、まあ一応家用のカメラという感じにして、まあこれから例えば商品買ったりとかしたときにはもうちょっと綺麗な映像をお見せできるとは思いますので、まあ楽しみにしていただければなという感じで、まず一つ目っていうのがカメラ、まあカメラセットですね、を購入したっていう感じになってます。それがまあまず一番でかくて8万円ぐらいっていう感じになってます。で、次がですね、また動画関係になってるんですけど、このマイクになってですね、マイクをちょっと変更していこうと思って、今使ってるのは古いタイプのマイクなんですけど、僕この1年間ぐらい結構いろんなピンマイク試したんですけど、あんまりしっくりくるピンマイクがないままここまで来てしまって、今ですね、一応使い方としてはこういう IC レコーダーみたいなのを使って、で、それを線通してピンマイクで喋ってるっていう感じにはなってるんですが、まあこれもどこに需要があるかわからないですけど、僕個人的にやりたかったんで、まあ買ったっていうことになってて、その購入者のが、まあこういったソニーのピンマイクになってるんですけど、まあこれを今から変えていきたいなと思います。ではこのピンマイクを今から変えていきます。せーの、はい、という感じで、まあピンマイクを変えたんですが、音はどうですかね、変わってますかね。一応まあ僕個人的にはこれが一番音綺麗やなと思っては変えてはいてるんですけど、まあこんな感じで、まあカメラとマイクをまず変えたということで、マイクがこれが多分3,000〜4,000ぐらいなので、そんな高くないんですけど、まあこれを購入したということで、一応購入したやつは全部動画説明欄に同じやつ貼ってるんで、まあ興味ある方は見ていただければいいんですけど、僕のチャンネルでは多分あんまガジェット系興味ある方少ないと思うんですが、一応まあこんな感じで仕事道具なんで自己投資をしたっていう感じになってます。なので今の時点で83,000〜84,000ぐらいですかね。では次3つ目いきたいなと思います。3つ目がですね、何人か視聴者の方から、それどこで買ったんですかって言われたんですけど、こちらのアルコール自動噴射器になってるんですけど、これがですね、僕動画で何回か登場はしてて、使用してるシーン流したりしてたんですけど、もう早速興味持っていただける方がいてたんですが、まあ、これはですね、本当にシンプルで、この後ろのとこパカッと開けたら、電池があるんですけど、その電池を入れるだけで、あとは勝手に動くっていう、これが単三ですね。単三が4本あるんですけど、単三4本入れたら動くっていうような感じになってて、まあ下のアルコールに関してはですね、僕このパストリーゼってやつ普段使ってるので、これを入れてるんですが、これがですね、手を近づけると、っていう感じでアルコールが出てくるんで、手を触れずに菌とかを殺菌できるってことで、これまあ一応使うのは多分帰ってきてすぐの手洗い場が一番使うなってことで、まあ洗面台に置いてるんですけど、まあ手洗うじゃないですか。で、手洗って手拭いて最後アルコールするときに、まあ手ピュって出したら自動で勝手にアルコールがこう出てくる。で、離せば止まるんですけど、まあこんな感じで入れてるということになってて、まあ持ちは結構持つんちゃうかなと思うんで、今買って使用してから2週間ぐらい経ってるんですけど、2週間でもまだ3分の1ぐらいしか減ってないので、多分1ヶ月ぐらいは全然持つとは思います。で、ちなみにこのパストリーズはですね、僕よく普段から使ってるので、もうこれはストック用もあるんですが、こういう一応ストック用も買って、で、こっからこうやって入れてるっていう感じになってて、まあこれは本当に回すだけで取れるんですけど、こうやって回して、で、ここにアルコールを入れていくという流れになって、終わったら、これを
閉めていけばもう勝手に始まるという感じで、一応電源がここにはあるんですが、何回か押したりしたら威力とか変わるらしいんですけど、僕全然使ってなくて、もうとりあえずアルコール入れて電池入れて手やったら動くみたいな感じで使ってます。で、今のが多分3000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ3000円ぐらいで、まあ手を使わずに勝手にアルコールが出てくるっていう感じになってて、だいたい今で8万6000円ぐらいですかね。で、次4つ目っていうのが、これが寝具になってるんですけど、まあ、寝具っていうのは何かっていうと、まあ、寝る時のタオルケットってあるじゃないですか。で、あれが僕今までなくて、今までサタデーズサーフの、なんていうんですか、バスタオルを、寝具用のタオルとして使ってたんですけど、多分1メーター50ぐらいしかないんで、僕が着ると、もう足が出ちゃってるんですよ。僕、ネズミ小僧のようにかくまって寝てたっていう感じにしてたんですけど、ま、さすがに今年はもう夏始まる前にもう買っちゃおうっていうことで、まあ、今回買ったんですけど、別にそんな特にこだわりはなくて、普通のタオルケット、寝具用のタオルケットなんですけど、それがまた届いてはないんですが、それがですね、なんか一応綿は普通の綿じゃなくて、まあ、世界三大高級綿って言われるエジプト綿っていうのがあるんですけど、まあ、そのエジプト綿を使ったタオルケットをまあ購入したっていう感じになってるんですが、まだ僕使ってないんで、それがどんだけいいのか全然わからないんですけど、まあ、一応値段的には 3,4 千円ぐらいやったんで、まあ、普通のタオルケットでも2000円とかぐらいやったんで、まあ、そんな変わらへんから、まあ、一回エジプト綿ちょっと試してみるかっていうことで、まあ、一応購入したっていうことで、まあ、まだ届いてはないんですが、まあ、それも一応購入したものという感じになってます。で、最後の5つ目っていうことなんですが、まあ、今までだいたい9万円ぐらいしかまだ使ってないので、あと1万円ぐらい足りひんやんけっていう感じなんですが、まあ、これがですね、最後のアイテムが2万円するアイテムやったんですけど、まあ、それが何かっていうと、カーテンを自動で開けてくれる家電になってるんですが、まあ、これがですね、今現在クラウドファンディングでなんか募集してて、僕パッて見つけたらクラウドファンディングあったからもう速攻で買ったんですけど、まだ到着がですね、6月か7月に到着なんで、まだまだ届いてはないんですけど、まあ、これ結構楽しみにしてる家電でして、一応まあ今月購入したっていう感じになってて、まあ、まだ届いてないので届き次第またレビューするとは思うんですけども、まあ、カーテンが朝日を見たら自動で開いて、日が沈んだら自動で閉まったりとか、あと時間予約で朝の8時になったら開いたり、夜の6時になったら閉まったりとかっていうのも決めれますし、あと音声でカーテン開けてって言ったらカーテン開けてくれたり閉めてくれたりするんですけど、まあ、カーテンぐらい自分で開けろやっていう感じだと思うんですけど、なんでそれを買ったかっていうと、僕結構朝が弱くて、朝弱い人って自分でカーテン開けたりせずに二度寝モードに入ると思うので、まあ、それが僕はちょっとどうにかして朝の生産性上げたいから、なんか勝手にカーテン開いてくれたら目覚めんのになっていう、めちゃくちゃ他力本願に思ってたんで、まあ、今回この家電を買って、それで生産性が上がればいいですし、まあ、それを持ってでもなお音声でカーテン閉めてって言って二度寝しだすかもしれないんですけど、まあ、これはちょっと使ってみやなわからないので、来月再来月ぐらいに届いてから、またこんな感じですとか、でもこれやっぱいいですよとか、これやっぱ微妙ですよって話するとは思うんですけど、まあ、そんな感じで以上5点を購入して、カメラとマイクと自動噴射器と、で、タオルケット、寝る用のタオルケットと、で、最後がカーテンっていうことになってて、まあ、カーテンっていうか、カーテンを開けるなんかやつなんですけど、ちょっと正式名称今こっちで出てると思うんですけど、まあ、それを購入したということで、カーテンのやつが最後2万ぐらいしたんで、合計で11万ぐらいの、まあ、買い物っていうことになってるんですけど、まあ、ほとんど自己投資というか、まあ、浪費のやつはほとんどなくて、なんかまあ、動画の生産性上げるものとか、あとちょっと時間を省くものとか、まあ、ちょっと金があるものとかっていう感じにはなってるんですが、まあ、そんな感じで購入したっていうことになってて、あと残り1点おまけがあったんですけど、これ僕が欲しくて買ったわけじゃなくて、まあ、嫁が欲しくて買ったアイテムで、まあ、我が家が使ってるアイテムにはなってるんですけど、ついこの間5月11日ってなんか地震が来るっていう予言があったらしくて、僕そういうの全く信じないんですけど、僕の嫁は結構そういうの信じるタイプで、なんとかしてこう準備しとかなあかんっていうことで、5月11日が月曜日やったんですけど、その前の土日に見直してて、で、なんかこれ買ってって言われて、一応買ったんですけど、それが届いて、まあ、それが何かっていうと、こちらのアイテムになってるんですけど、まあ、これが何かっていうとですね、これ1台で何役もできるアイテムになってるらしくて、まず一つがライト。まあ、こういう感じでライトにも、ちょっとまあそっちには向けないんですけど、ライトで、こういう光り方を変えたりとかもできるっていう感じのライトになってるらしくて、で、まあ、防犯時にはライトになるし、あと自動で、こうやって充電できるっていう感じになってたりするので、コンセントとか刺さなくていいので、例えば、被災した時とか、体育館でおる時とか、こうやったりしたら、電池が溜まったりしますし、この溜まった電池をラジオとして聞くこともできれば、携帯の充電もこれでできたりとかしますし、あとさらにこれ太陽光パネルがついてると思うので、最悪、回すのめんどくさかったら、こうやって火に当てといたら、充電できると思うんですけど、まあ、もしもの時のことを考えて購入して、まあ、これは防災のカバンの中に掘り込んではいてるんですけど、あとここに SOS っていうのがあって、
ここの赤のボタンなんですけど、SOS っていうのがあって、これをピュッとボタン横に押し去ると、めちゃくちゃでかい爆音が鳴るんですけど、これ今、よう鳴らせないんですけど、結構でかい爆音が鳴って、多分これはなんか災害とかでこう埋まったりとかしたりして声出されへんかったら、これピュッと押したりしたら爆音が鳴るっていう感じだと思うんですけど、これが確か3000円ぐらいやったんで、まあもしものためになんか防災バッグとか持ってはる方がいらっしゃったら、まあこういうのを掘り込んでてもいいんかなと思うんですけど、僕そこまで用心深くないので、僕やったら買わなかったんですけど、嫁がこれ絶対いるでっていうことで、まあ購入したっていう感じで、ここで携帯の充電できたりとか、あとこれも USB なんですけど、この上のところでなんか違うの充電できたりとか、でこっち側にはなんかイヤホンジャックっていうかがあるので、まあ、ここでなんか音楽っていうかラジオ聞くとき、ここに線つないだらラジオ聞けたりするんですけど、もちろんここでスピーカーとしても聞けるんですが、まあ、そんな感じの購入したっていうことになってて、まあ、これはおまけみたいな感じです。はい、ということになってますので、まあ、いろいろ買ったんですけども、またこれ使ってみてどれが良かったかっていうのは、またこの月末に買って良かったものっていうのを出すと思うので、まあ、そこでは洋服ももちろん出ると思いますし、こういう今回紹介したやつも出るとは思うんですけど、まあ、使っていってみてから皆さんにご感想をお話したいなというふうに思います。ではですね、本日は最近買ったものという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。